ちは、吉村農園の吉村です。はい、今週も始まりました吉村農園の農業日記ということですね。今週なんですが、先週のね、作業スケジュールのご報告した時にもお話ししたんですが、育苗ハウスの、作業をメインにやっていきますので、ぜひぜひご覧ください。一応ね、今日ね、益子町の天気なんですが、やはり天気予報通りで雨が降ったり曇ったりって形で、もう梅雨らしい天気がちょっと未だに続いている状況なんですが、一応ね、ハウスの中の作業は非常にしやすいんで、引き続き、やっていきますので、ぜひご覧ください。では早速作業の方移りたいと思います。では早速行ってみよう。はい、ではですね、早速作業をする前になんですが、どんな道具を使ってるかのご紹介です。ハサミね、葉っぱとかを切ったりする、細かいところも切ったりするんで、ハサミ、あとは鹿沼土、追土するのに使います。あとは最後に、ピンですね。こう苗がね、ピンで止まってるところがあるんで、もうね、取っても大丈夫なんで取っていきます。はい、こんな感じで道具揃えております。じゃあ早速ね、こちらの苗を、作業していきます。はい、まずね、どんな作業をするか、まずこっちのポットから取っていきます。はい、で見ていただくともうわかるかなと思うんですけど、こんな感じで、はい、このあたりね、ここの部分にいろんな葉っぱがまだついてるというかね、どうしてもこの親株から切り離した1回目の時に残ったね、こういうね、残りのものがあるんで、この残りをしっかりと取っていきます。これをね、でまずその時にピンも抜いちゃいます。ピンも抜いてしまって、じゃあ作業していきます。で一応ね、やっていく内容なんですが、ここをまず取っていきます。こんな感じで綺麗に、よし、はい、切ります。でここもね、いらないんでね、これも取っていきます。はい、ここの部分ね、これは一応土からはもう出てるんで、特にね、これといった作業はしなくても大丈夫ですね。これ OK で、一応展開数、葉っぱがね、1、2、3枚出てます。1、2、3枚出てるんで、3枚はいらないかな。この本当の芽に対して1、2、3枚出てるんで、1枚だけ取っちゃいます。とりあえずこれだけ取っちゃいます。はい、取って OK で、土からしっかりとこのクランク部分がね出てるんで、クランク部分が出てるんで、これで OK です。で一応ね、この鹿沼土をしっかりと入れてあげる、ポットに入れます。で戻すと、はい、これで OK で、次の苗もねやっていきます。はい、こんな感じです。これもね、見ていただいて分かる通り、土から若干クランクが入ってるかなって感じなんで、ここの部分は根っこがないんで、ここは取ってっちゃいます。こんな感じでシャッと取ってきます。はい、こんな感じで取りました。で取った苗はポットに戻してあげてから、はい、で一応ね、ここのね、一応こうやってね、長くなってるここの部分っていうのは、お尻の部分なんですけど、ここはね、一応目印として、イチゴってこっちからしかならないんで、一応定植するときに向きをね、こっちとか向き間違えないようにこう長くしてるんですよ。ここまで長くする必要性はないんで、ちょっと外しちゃいます。でこんな感じで、とりあえず OK ですね。クランク周りもこうやって綺麗にしてあげました。こんな感じで、はい、こうやって綺麗になれば、ここの部分にしっかりとですね、この農薬がかかるし、水なんかもここにかかったとしても、しっかりとね、これだけ土から出ていれば、ジメジメしないんでね、病気になるリスクっていうのもなくなるんで、しっかりときれいにします。で一応展開数が1、2、3枚、ここも展開数が1、2、3枚、このね、目からすると1、2、3枚出てるんで、こんないらないんでね、書いちゃいます。はい、2枚ですね、2枚半っていうのかな、これが半になるから 1、2枚半って形で、こんな形で OK で、鹿沼土をまた入れてあげる、で戻すって感じです。こんな感じで、はい、でこう見ていただくと、こことね、ここの違いっていうのが全然違うかなと思います。一応こんな感じでね、この作業を行っていきます。一応ね、この作業を行うと、やりながらちょっと説明するんですけど、まずこうやってピンを取って、また同じことなんですが、ここもね、土がね、こう入ってるのが分かるかなと思います。ここをね、しっかりと取ってあげる、はい、 OK で入れてあげて、入れた土をね、取った土を戻してあげる、ポットの方に。でこんな感じでしっかりとこのクランクの部分を浮かしてあげることによって、ここにしっかりと農薬がかかったりとか、水がかかってもぐちゃぐちゃしないんで、水はけが良くなると。水はけってか、ジメジメしない、ここのクランクがやっぱジメジメしてダメなんで、しっかりとこういうのもね、こう残りカスみたいなのも取ってあげるって感じですね。
しっかりと、はい、1、2、3枚展開してるんで、この1本だけ取っちゃう。こんな感じでしっかり、はい、取りました。で、一応金松土を入れてます。こんな感じで。で、なんで入れてるかっていうと、ここね、これが根っこがこんだけもうあると、これ以上はもう伸びられないんで、そこに鹿沼土とか、ここの上に取った土を入れてあげて、もっと根っこが出るようにしてあげます。で、一応ね、最後になんですけど、これね、ここのクランクを太くする、こう、葉っぱを描くことにクランクが太くしたいって意味もあって、葉っぱを描くのももちろんですし、病気が出ないようにするのももちろんです。一応このクランクが太くなると、それだけね、次の作業をするときに、クランク部分が太くなって、定植した後に、この花の枚数、花がね、出てくる数っていうのも変わってくるんで、まあ、こんな感じで綺麗にして、しっかりとクランク周りを太くする作業をこれで行っています。こういう形でね。はい。こうね、見ると全然違うと思います。はい、この作業を今日していきます。で、一応最後になんですけど、まあ、このね、使ってる鹿沼土。はい、何を使う、一応ね、混ぜてるんですよ。鹿沼土とね、もう一つ赤玉ちょっと混ぜてるんで、一応そういったところの説明もさせていただきます。どの土使ってるかっていうのを説明しますね。はい、では最後になんですが、まあ、土ね、どれを、まあ、追試してるかっていうご紹介なんですけど、この2つ使ってます。鹿沼土と赤玉土ですね。これをね、とりあえずまあ、バケツなんかに入れて、まあ、適当にちょっと混ぜてね、使ってます。で、一応ね、なんでこの2つを使ってるかっていうところなんですけど、赤玉土はね、これは、まあ、めちゃくちゃ安いんですよね。100円ぐらい、130円ぐらいで買えるのかな。で、鹿沼土がだいたい約400円、まあ、350円後半ぐらいするんですけど、本来であれば鹿沼土だけで追土をしたいんですけど、なかなかね、鹿沼土が高いんで、まあ、そこにちょっと赤玉を少し、まあ、混ぜて、まあ、使ってるような状況ですね。まあ、本来であればね、鹿沼土オンリーでいきたいんですよね。赤玉だとどうしてもこの水かけた時にちょっとベタベタっとするんで、ちょっとね、なんだろう、水はけはちょっと悪くなるのかなってところはあるんですけど、ただですね、まあ、鹿沼土オンリーでいくと、まあ、先ほども言った通り値段がちょっと高いんで、だいぶ量使えますんでね、まあ、この2つを混ぜて使ってます。一応ね、目安としてはまあ、ほんと適当なんですけど、まあ、半々ぐらいで入れてます。5対5ぐらいで入れて混ぜて、使ってます。ではですね、あんな感じで、作業をしております。まあ、追土を入れていく作業とね、クランクの部分をしっかりと描くって作業は、本当に重要な作業になります。一応今後のね、定植してからも、まあ、苗からするとね、こう、花の付き具合とかも変わってくる重要な作業です。ちょっとね、どうしても、なかなか手間はかかるんですけど、一本一本丁寧にやっていくって形になります。あとね、最後に土の障害もしました。赤玉と、あと鹿沼土をね、水質に混ぜて使ってますんでね、まあ、参考にしていただければと思います。で、ちなみに最後になんですけど、赤玉と、鹿沼土を水質するときは絶対に水かけてください。水をかけてから、まあ、その混ぜる段階でですね、水土をする前の段階でバケツに入れる前に水をかけてしっかりと湿らせてから使ってください。で、水を湿らせないで使ってしまうと、どうしてもね、こう根っこがこの、なんでしょう、いちごのところに、いちごのポットからもう下まで出ちゃってるんで、それを、なんでしょう、鹿沼土とかを水に濡らさないで使うと根っこが傷む可能性があると思いますので、しっかりと水をかけて使ってくださいね。まあ、そこ注意点ってところで言い忘れちゃったんで言っておきます。はい、ではまた明日の動画でお会いしましょう。ではまた明日。